味吧。那是年糕饺。你这是什么？酸豆，你要吃哪个？哦，这个吧。两卷还好吧？没有豆沙什么的吗？就芝麻的。那我这是芝麻的，是甜的，甜的吗？甜的。啊。年糕饺，你不换了吗？给。年糕饺。年糕饺，我换的是芝麻，是芝麻，芝麻，是宁波特产吗？也不是宁波的特产，是这里。就是这个地方，是慈溪的，哎，明鹤，明鹤，这叫明鹤，宁鹤古镇，那个宁高脚，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 嗯，那是芝麻，你看有芝麻。嗯，好吃，甜的，然后里面可以放肉啊什么的，有馅。我老婆的是加菜，然后什么？豆干。豆干。马兰菜。马兰菜。这是什么味的？梅干菜。梅干菜，这个是梅干菜，梅干菜的。这里是古镇，古镇里面有好多小吃，小吃。可以呀、啊。嗯，小吃店这样的，这个算是零食吗？零食店是那个宁波或者慈溪的这里宁贺的特产，他们都卖那些。他喜欢吃甜的，果汁的量。对。那个日本的年糕都是跟红豆汤吃。嗯，就吃甜的，我们这边都是吃咸的。咸的。我们年糕都吃咸的。嗯。太多料了会掉脂。嗯，好吃吗？很可能好吃，好吃。四五块钱还不错，量很足。以前只要一块钱，那是十几年前的事情。最後までご覧くださりありがとうございました。このビデオはですね、中国の動画サイトビリビリというところにアップして、なぜかこのビデオがですね、10万再生以上、ビリビリで人気だったビデオで、それなので字幕をつけてですね、こちらでも紹介しました。で今日食べたのはですね、こちらでいうお餅ですね。お餅の餃子という名前なんですね。中国のお餅はですね、これ、年糕って言うんですね。これをですね、餃子みたいにして、中に具を入れて包んだのがさっきのものですね。中国語名は年糕饺と言います。で、この方言では、これは二五条というらしいですね。先ほどのビデオでは、そのビリビリという中国の動画サイトにアップするつもりだったので、まあ全部中国語で話してるんですけど、普段生活するときはもうミックスですね。でさっきのビデオでもありましたね。例えば、ニンボファーなんだっけ？ニンボファーなんだっけ？このように、まあ、ミックスして話すわけです。中国で体験したことが本になっているので、ぜひ下の概要欄からチェックしてみてください。ルポとして出版しています。皆さん、高評価とチャンネル登録お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。